八王子市は今日、警視庁と協力して犯罪のない街づくりに取り組む共同宣言を多摩地域で初めて締結しました。八王子市内には八王子、高尾、南大沢の3つの警察署がありますが、これまでもパトロールや落書き消し活動など市と協力して犯罪防止に取り組んできました。今日は連携のさらなる強化を確認する共同宣言の締結式が行われ、八王子市長とそれぞれの警察署長が宣言書に署名しました。連携が密になって、そしてそのことが市民の安全安心にの向上につながっていけば、私は大変意義あることだと。今後は空き巣や車上狙いの被害を減らすため、市内全域で鍵かけ運動を実施するほか、地域に応じた警察署の取り組みを市がバックアップするなど、住み続けたい街づくりを進めていくということです。